おはようございます。今7時ちょうどです。今週も爆速で成長しまくる最高な1週間にしましょう。行くぞ。よいしょ。はい、どうもお疲れ様でした。川崎との練習試合終わりました。まあ、めっちゃいい感じで回せたりできたんですけど、そっからミスってちょっと失点とかもしたんで若干テンション落ちてますけど、まあ、ポジティブに捉えてます。大丈夫です、いい感じです。はい、もうね、夕方4時なんで帰ります。荻窪のユニクロ行きます。ちょっと最近展示会で金ぶっ飛んでるんでちょっと節約します。はい、阿佐ヶ谷のジム来ました。もうストレッチも筋トレも何もしない、このプロテイン届けに来ただけです。パッと行ってパッと帰ります。おい、お疲れ。いける？大丈夫です、ありがとうございます。なるほど、じゃあ最後ちょっと遅いな今日。じゃあ行きます、ありがとう。サンキュー、お願いします。まだ連絡してなかったら。お疲れ。はい、中野来ました。中野のジムに来ました。俺のパーソナルジム1店舗目、中野のジムです。最高なジムです、ここは。マジほんまに来たのに。どう？はい、おはようございます。今日はオフです。なんかちょっとモーニングでも行こうかなと思って、今渋谷うろちょろしてるんですけども、どこ行こうかな。いいカフェ探します。いいかな。はい、カフェ出ました。やっぱ朝のカフェ最強です。今から美容院行きます。美容院に持ってく差し入れを探してるのですが、いつも迷うぜ。カステラにするか。ゲット。終わったぜ。腹減った。練習行くぞ。
行くぜ。山さんお疲れです。ほい。はい、どうもお疲れ様でした。練習終わりました。練習終わって昼飯食ってマッサージしてました。帰ります。はい、渋谷に来てます。俺がいつもお世話になってる、ゴリラクリニック、化粧水とかあのシャンプーとか俺が使わせてもらってるゴリラクリニックで、今回ほくろ除去をやってもらうことになりました。で、ビフォーアフターの撮影写真を撮るんで、とりあえず今日はビフォーの写真を撮りに今から行きます。終了、10分くらいで終わりました。晩飯、新八うどん。はい、お疲れ様でした。練習終わりました。帰ります。今日今から歯医者です。中野ジムです。行くぞ。5時から歯医者なんですけど、時間あるんでいつものカフェ行きます。歯医者行きます。あの、大学の一校上の先輩の剛くんです。生ちゃんと同じ名前の剛です。いや、久しぶりです。はいはい、ありがとうございます。応援してます。おそうそう、沖縄料理。うわ、沖縄料理最高ですね。はい、今回も動画見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。はい、あとね、僕公式 LINE っていうのをやってます。何か僕に直接言いたいこととか質問あるって方は、あの、友達追加していただけたら嬉しいです。概要欄に URL 貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。はい、では次の動画また見てください。ありがとうございました。さようなら。